今回は s トー t o n e s メンバーの運の流れを分析しています。6人の名式を呼び出して、以前に調べた藤島ジュリー恵子さん、滝沢秀明さん、井ノ原義彦さんと一緒に表にしてみます。以下、早送りで。 これが現在の大運と2023年、2024年、2025年の年運欠陥を一覧にしたものです。薄い赤で表示されているのは運勢ランクが CC 以下のものです。運勢ランク CC、CD がほぼ今日あるいは今日に近いということになります。また 薄い青で表示されているのは、結果運棄権、つまり、けじめをつける、あるいは新たな道へ踏み出す、または決断をするという暗示があります。ストーンズのメンバーを見ると、松村さんが2023年棄高知さんが2025年棄 田中さんが2023年被験となっています。また、2023年は、京本さん、森本さん、2024年は、高知さんが非常に悩ましい迷いの行罪となっています。京本さんは、2025年が血管を召喚、 運勢ランク BB で悪くはないですが目上や身内のトラブルスキャンダルに注意とあり注意の動きに巻き込まれる可能性があります本人の運勢では対処の暗示はないですが注意の状況に巻き込まれて動く可能性はあります 松村さんと田中さんは2023年危険ですぐに退所とはならなくても自分の中では結論を出しているかもしれません。ーチさんは2025年血管運危険でその前年2024年血管運合剤ですので 2024年に悩んで迷って2025年に報道に移す可能性もありますこのように主要なメンバーの数年の運を並べてみるとグループや組織の未来について考えることができます今回はここまでです